続いて下級機付きの S2000 によるバトル。新興ブレーキブランド KWM はストリートプラスに参戦。これはスーパーチャージャーの、ラジアルタイヤ仕様になります。アドバンの A052 っていうラジアルの265358を履いて、スーパーチャージャーになってからこの車自体は筑波サーキット初めて走ります。踏ん切り1分切りを目標できたのですが、パワーは約400馬力で、ブレーキが極みさんのインチアップブレーキキットっていうのがこの車にはついてて、まあ、それで全国のいろんなサーキットを走って、一応評価してる車です。1秒フラットはお見事。同じくストリートプラスのライバルはオートガレージ M。 オートガレージ M さんの S2000 はターボです。トラストのターボチャージャーのキットを一つ大きなタービンに変えて、それからさらに何か改良しているようで、ターボなのに下にからトルクがあって上も伸びるという、とても贅沢な仕様になってます。ただスーパーチャージャーに比べるとちょっとまだブーストのふらつきみたいなのがあって、ちょっと安定しないんですけど、下のトルクがドーンとあるからその分立ち上がりが早いんですけど、これも筑波走ったことなくて、筑波サーキットの1コーナーとか1ヘアピンを立ち上がるときにどうしてもターボのトルクで急にリアが流れたりして、一つ上のギアで走ろうと思っても吹けなかったり、ちょっと筑波サーキットにはまだ合ってないかなっていう感じでした。オートガレージ M も KWM と同じくデカトー選手のドライブ。GS を履くストリートエボクラスのリボルバー。リボルバーさんのはこの後ろにある黄色いやつなんですけど、見ての通りドーンとワイドボディで、タイヤも S タイヤ履いてます。これもスーパーチャージ HKS のスーパーチャージャー仕様で、
タイヤは265358のアドバンの A050 の GS を履いてます。 GS 履いてて、音感時のエアをどれぐらいで走ったらいいかがデータ不足で最後の最後に分かったんですけど、選手昨年の自己ベストを 0.6 秒上回り59秒台に入れた。これに対しデカトー選手は59秒9いくつですよね59秒9いくつですよね。もう試写婚したら1分ですよ。あれもう試写婚したら1分。負けました。すいません、負けました。ありがとうございました。